さあ、対戦よろしくお願いします。本日3戦目です。俺、これの、レックウザとかの、この BGM めっちゃ好きなんやけど。しかも、ちょうど俺最近、ゲームボーイアドバンスのグラードンと海王が捕まえに行ったから。懐かしいわ。あー、ラティアスから来るんだ。どうしようかな。相手何持ってたっけ？草結びやったらな。まあ、アクハでいっか。まあ、多分レヒデがいるんだったらレヒデに引いてきそう。あ、カビゴンか。カビゴン、国防高いんだよな。硬すぎん？これさ、無限ヒルミ狙ってよろしいですか？自分、無限ヒルミ狙ってよろしいか？ん、呪いはさっき見たからしてくるかなと思ったけど、結構しんどいな、ここ。ね、こいつフィラノミっていうのは分かってるから、いや、それがしんどいな。カビゴン HD ベースなんかな？ HB ベースなのかな？でも HD な気がするんだよな、ね、呪いあるってことは。アクハタイプ1の、命の玉であんだけしか入んないのもあれやしな。あ、HD 臭いな。ひるめ！ひるめ！オッケーイ！しっかりとひるませていく。さあ、これで無限の勝ち筋を私は作っていきたいと思います。オッケー。この第6世代のメタグロス、マジでこれがあるから、めっちゃ肝がられてたんですよ、実は。カビゴン突破するためには、俺はこれしか手段選ばなかったわ。これはちょっとかわいそう。 ちょっとこれを相手に同情するわ。さすがにもうひるまねえかなと思ったけど、コウさん選ばれました。タイヤギでした。ちょっとこれはね、俺もやりすぎたなと思ってる。